次のリストラやってるよ。ボーイングはさ、飛行機はさ、全部失敗作だって言ったもんね、内部告発でね。で、今飛行機乗ってる人も危ないよって言ってたのに、うち2020年から危ないって言ってたもんね。あの、全部失敗作だって言ったもん。で、内部告発した2人亡くなってるんだよね。あの、やられたんじゃないと思ってるよ。ボーイングってフリーメイソンの会社だからさ、で、日本人のね、飛行機の整備士の人が全部メンテナンスしなきゃいけなくなるよ、こりゃ。あの、日本人全部任せるって言ってたもんね、これ。丸投げ。で、その仕事放棄したらよ、いいね。うん、そしたら、ほら、飛行機のメンテナンスしなくていいじゃん。ね。あんたが悪いって絶対言われるよ、そういうことを打ちた場合ね。我々なんか知らない。ボーイングは知らないってこんなやつよ。この社会不気味よ、はっきり言うけど。生まれてこん方がいい、はっきり言うけど。で、そういう朝になったらみんな仕事行く真似もするんやろ。明日はせんだろうけど、4時50分になったらな、どうせ黒人間がね、また出勤してくるの。同じ時間に車が出てくるのは知ってるからな。もう分析済みだから、これ。普通に生活していれば分析もいらんやん。もう普通に覚えてるだけだから。別に深い意味はない。北海道は 97% が外国人。そう。だから北海道から沖縄まで外国人しかいないじゃない。あの、だから配信者でも人気の人は北海道とかね、沖縄とかね、愛知県とか東京、沖縄におるんよ。福岡とかね。拠点があるわけやね。だから、韓国アプリとか、台湾アプリ。ポコチャは台湾でしょ。フワッチは韓国とか多いじゃない。日本人おらんじゃない、おらんもんな。だからかあんまり俺活躍してるの見たことない、日本人の人が入る配信ではね。で、裏とつながってるしに、ね、なんかフリーメイソンもいるけど、黒人間もたまに、前自分で黒人間で言ったもんね、クローンって言っていたわ。誰も聞いてないのに、勝手に書いとったもんな。俺はクローンですよって。最近おらんもんな、お化けみたいな人いたんよ、前ね。まあいいよ、これね、当然ね、ハイライト残してからね、いいんです。だけどネットでね、すごい広がってるのもいいんですよ。で、Google もいつの間にかね、ああ、ヒロさん買ったなってなるだろうね。明日かもしれん、明後日かもしれん。TikTok はもう訴訟を受けてるから、よかったね。TikTok は臓器売買のリストで作ってる会社だったからな。あれ、アンインストールしても消えないなってたの、TikTok っていうのはね。ね、いろいろ知れば恐ろしいよ。うん。本当は生まれてこない方がいい。生まれてくるから巻き込まれるわけだし、生まれてきたから時計とかね、時間にもコントロールされ、時間っていうのも原子時計で動いてるわけだしね。なんかみんなね、信じてるもん全部嘘ですよ。宇宙もないしね、宇宙っていうのは今まで行ったことがないの。まあ今度イロマスクさんのやつではやっと生きるようになったけど、45億年かかったのね。 NASA とか JAXA も詐欺の会社だったね。日本のヘリウムガスでサーカスしとっただけだから、よく騙してくれたなと思うわ。金返せと思うわ、時間とな。みんな騙されてきて、ほんと生まれてこんな方がいい、こんな社会。どうせね、変なアンチがね、これは地球はね、丸じゃないと、あ、丸だとか癒すの。私はフラットアースだと思ってるけどね、他にもいるよ、そりゃ。丸だと思わんもん。丸だないから悪魔スレができたんじゃない。地球ってね、3階建てなんだからね。地下にも化け物がおるし、地上にも化け物がおるし、上空にもおったんよ。で、夜は闇だから、夜空っていうの闇なんだよね。知ってるけど。だから早くね、夜がなくなった方がいいんだよね。夜があるから、いつまでも悪魔スレが取れないんだよね、やっぱり。早く空の壁とかね、取っ払ってくれたらいいなと思うし、まあ夜中変わったら一回ね、亡くなってもう一回生まれ変わりたいなと思うわ。疲れちゃったな、知ってるのに。子供とかね、いろんなことだけど、助けれることができないっていうのも悲しいね。注射もだったけど、結構正義って伝わらんよね、この社会ってね。本当に大衆が本当にほとんど韓国と在日ばかだから、日本人は巻き込まれてるわけやったね。黒人間と歌舞伎町なんか見てごらんと、どう見たって日本人もらんし、横浜もそうだ、大阪も中国人ばっかりだし、
で京都も中国人でしょ。